小学校2年生ぐらいの時とか、学校終わってここまで来て、なんか外のちょっと開けた駐車場のところでみんなでね宿題やって、ここもね昔駄菓子屋さんやっててね、近本書店そろばん教室なんですけど、確か僕が2年生小学校2年生の時もあれあのまんまだったんで、あの感じだったんで、昔は川鉄団地だったのかな。もう今ね新しく建て替えたって言っても、はい、皆さんお疲れ様です。今日もよろしくお願いします。今日はねどこに来てるかというと、中庄というね場所に、来てます。まあ、このね中庄なんですけど、まあ、マスカットスタジアムとか、川崎医療福祉大学で、あとまあ中庄駅あったりとか、結構ね重要な拠点であったりするんですよね。で僕のね地元でもあったりするこの中庄なんですけど、倉敷のどこに住んでたの？中庄今日はね中庄をねちょっと歩いていこうかなと思います。ちょっとなんか高級な、住宅街があるんですけど、それなりのなんかいい感じの、住宅街の中にある公園に来てるんですけど、中庄学区って言っても結構ね広いんですよね。マスカットスタジアム、中庄団地、特防とかなんかかなり広いんですよね。これ一つの企画だけでは回りきれないんで、何個かに分けて、行こうかなと思うんで、今日はねどっから行くかというと、中庄団地とかそっち寄りをね、寄ろうかなと思います。はい、それでは始まります。このね公園なんですけど、夏休みになったらラジオ体操やる場所なんですけど、最近はね毎日やってんのかな、毎日というか夏休み関係なくラジオやってるということです。うわ懐かしいな、多分ね中学校以来来てないですねここには。6時が来ましたね。近くのお寺からのね鐘が鳴るんですよね。この友達とかね昔ここ住んでたんですよね。で遊びに行ったりとかしてたんですけど、もう多分今は住んでないですよねほとんど。わあ懐かしいな、懐かしいですね。小学校2年生ぐらいの時とか、学校終わってここまで来て、なんか外のちょっと開けた駐車場のところでみんなでね宿題やったな、漢字ね書いたな。ほんま懐かしい。でももうほとんど住んでないんで、まあ、だいぶもう20年以上前かな。このクリーニング屋さんがあるんですけど、その隣でねもともとねここ駄菓子屋さんというか、ちっちゃなね商店があったんですけど、皆さんはなんかこの地元の人は下の店って、言ってたんですよね。なんで下の店かというと、前に住んでる、友達とかまあねいたんですけど、もう下にね店があるんで下の店と、いうような感じで言ってたんですけど、もう今はやってないんですよね。懐かしい、ここ50円とかね50円玉持ってね買いに行きましたね、うまい棒とか。ここもねおそらくやってないですね。
物置小屋になって、ちょっとこの下に行きましょうかね。これから結構謎な、これも通学路の看板と。そろばん教室なんですけど、確か僕が小学校2年生の時もあれあのまんまだったんで、あのいう感じだったんで、この辺が、昔は川鉄団地だったのかな。もう今ね新しく建て替えたって言っても何年前かな、20年前にこのコンクリートというかこういう感じで、建て替えた感じですね。かなり綺麗になってますけど、いやー変わりましたね。この幼稚園はね変わらないんですけど、ここもね昔駄菓子屋さんやっててね、近本書店、今やってないと思うんですけど、あの文房具売ってたりとか駄菓子屋ね、駄菓子とかを売ってたお店なんですけど、この辺もだいぶ変わりましたね。この川がね六軒川っていうんですけど、20年前まではこういう感じでコンクリート化されてなかった普通のね川だったんですね。でここ結構ね魚がよく釣れたんですけどね、ちょうどねこれは学区街の境目になるんですよね。この川を越えたら何だったか、まず東小学校だったかな、小学校の時とか出たらダメだというような感じで言われてたんで、もちろん保護者がいたら全然大丈夫なんですけど、友達とねヤンキーの友達とよく遊んでた時に僕が言って、そのヤンキーたちは来なかったと、僕だけが来て後で先生にバレて怒られたと、いうようなストーリーもありましたね。先ほどのね中庄団地横の、中庄、住宅というところに来てます。結構ね一戸建ての綺麗なお家が多いんですけど、この辺の友達はあんまりいなかったかな。転勤族の人が多かったんで、なかなかそんなに仲良くなるというか、仲良くなったけど仲良くなってちょっとしたらみんな東京に行ったりとかいう感じの、場所だったんで、この後ろにあるのが、中庄交番というところですね。僕の小学校の時かな、20年以上前ぐらいはこれが中庄小学校の前にあったんですけど、移転してねこちらの見晴らしのいいね場所に、移動しましたね。はい、つつじ山と、この目の前に、ね、広がるのがつつじ山といって、これがね鉱山の山であって、歴史も長いんですけどね、奈良のね大仏にも関係しているという場所なんですけど、昔はね入れたんですけど今はね入れないような状態なんですよね、この山にね。このね怯え銅山かな、鉱山か銅山かに関したことを書いてあるんですよね。明治44年9月20日の建てた石碑なんですけど、はい、皆様ご視聴お疲れ様でした。というわけで今日はこんな感じで、中庄のね中庄団地、その住宅街をね、
回ってみました。まあ、僕のね地元ということで、結構ね懐かしいなとか思いながらね歩いてきたわけですけど、まあ、変わったところもあればそのまま残ってるっていうね部分もあるんですよね。中庄まだまだね、お見せしたい場所いろいろありますんで、また次回もねぜひチェックしてみてください。それではね失礼します。ご視聴ありがとうございました。それでは。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。